と決勝トーナメントへの道がかなり大きくなっていきます。それでは早速参りたいと思います。波動入った。さあまずは暁のステータスからご覧いただきましょう。暁1番奥川山高選手1135、真ん中源選手5311、手前へしこ選手1135、そして火花1番奥5ズーマー選手が5311、真ん中ヨネ選手1135、そして手前ネガティブ選手が2143というね、サブタンクと呼ばれる役割のプレイヤーとなっております。まずは火花が1点取っております。さあ暁2壁できましたね。2壁で来るんですが、ネガティブ選手そこそこ自分でも攻撃力を持ちながらもシールドを持っているので攻めやすい形となっております。ここで火花が2点リードのまま試合が進んでいきます。残り時間は30秒。さあ暁シールドがあるうちに取っていきたいが、ここでズーマー選手の4枚抜き、1対4、残り時間は20秒。この3点、暁のシールドはもう少なくなってきている。さあ最後のシールドが貼られています。残り時間は10秒。ここでシールドを貼った、前に出てくズーマー選手、残り時間は3秒、何としても1点取りたい。試合終了、1対4、火花の勝利です。おめでとうございます。さあ